全体主義国家というのはどういうことかというと、まあ、国家のためにその人民、国民があるということですね。国民たちは国家を支えるためにあるんであって、国家のためにならなければ、国民はその生きるも死ぬも国家に自由にされても仕方がない。一つの意思を持った国家が生きるためには国民の人権は制限され、弾圧されても仕方がない。こういう国が全体主義国家と言われるものです。その特徴を挙げます。第1点、その国には秘密警察、特別警察のようなものがあって国民を監視しているかどうか。第2点は強制収容所というのがあるかどうか。第3点は粛清あるいは虐殺。こうした秘密警察の存在、強制収容所の存在、そして粛清、この3つが揃えばこれは全体主義国家であるとハンナ・アーレントは言っています。お隣の中華人民共和国、まあ大きくなって人口も多くて、経済的にも発展して、理想的に見える部分も一見あるんですけれども、やはり、香港をイギリスから返還されると、まあ、香港の人たちはかなり生活が厳しくなり、自由が制限されてきて、先が将来的に見通せない状態になっていると言っています。世界のリーダー的立場にある国の一つであるならば、やはり世界についてもっと知り、世界の人々がそれをどう感じるかということを考えた方がいいのではないかというふうに思います。私は今の中華人民共和国の問題点は、習近平氏が国際音痴であること、この一点に尽きると思います。彼がもっと国際社会について、情勢分析をし理解をしていれば国はもうちょっと変わるはずです。